すいませんでした。すいませんでした。遅刻して、すいませんでした。ちょっと待って、背景パッパラバルのお前や。今日から違うんだから。今日から。じゃあちょっと背景変えるまでちょっと俺残念していい？はい。遅刻して、すいませんでした。本当に。でも今日はしゃあないよね。しょうがないっすね、今日は。しゃあない、本当に。本当に。まあその上で、本当今日は皆さんにね、皆さんつっても応募してくれた、まあ全員応募してくれたとしても3名限定でね、買ったんだけど、そのプレゼントすら忘れてすいませんでした、本当に。全部忘れちゃったもん。さっきね、ショッツさんが店に一回来たんだよね。で、ショッツさんの顔見て、あ、やっべって思い出したの。5月21日に婚約しました。あ、おめでとうございます。それはどうも。よかった。5月21日って、先週？あ、そうですね。あ、それ Facebook 見たよ、Facebook。あ、おめでとう、おめでとう。おめでとう。そういう話はあんま好きじゃない。よし。じゃあ、背景全然変わってねえけど、行きます？行きますか。まだね、ちょっと来るはずのメンバーも、今日高井路来ないっす。今日高井路は来ませんね。高井路来ないで、ちょっとサブ MC、サイバーリョウです。あ、今日、りょうさん来るっす。今日、りょうさん、サブ MC でおのいた。じゃあ、ちょっと、最初のタイトルコール行っちゃいますか。行っちゃいますか。待ってね、パッパラパールの、はい。あ、じゃあ、クラパールのパッパラパールだ。よし、行きましょう。はい。じゃあ、俺がクラパールって言うから。二人で。パッパラパール書いて。オッケー。じゃあタイトルコールいきまーす。イエイ。クランバルのパパラバールかーい。イエこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。イエイ。ちょっと目薬させて。ああそうそうそう、この背景です。今日からね、パパラパラ回になりました。なりました。髪型好き。あ、前髪上げてるだけなんだけど、これ背景いい感じ。あ、背景しか褒められてねえじゃん。確かに。まあね、パパラパルがね、パパラパル回になったところで何が変わるのってみんな思う人は思うかもしれないけど、何も変わんない。変わらないですね。大して何も変わんない。結局ね、やっぱパッパラパールはパッパラパールのままでいくんで。背景かわいい。ありがとう。ありがとう。やっぱ俺ドラゴンボール好きだからね。うん。高いの、そう、高いの休みなんだよね。今日仕事自体休んじゃって。だその代わりにね、やっぱサブ MC としてサイバリョウを。みんなのアイドルといえば。そう、みんなのアイドル来るんで。やっぱね、ジャン君もみんなのアイドルかな。あ、じゃあドラゴンボール集め何お願いする？え？ 7 個あったら。でもやっぱドラゴンボールの世界らしくやっぱ最強ですね。はい、はい、うざい。いや、最強になる。最強になりたいですね。あ、なるほどね。俺でもう、Z の頃みたいに、はい、もう、すぐドラゴンボール7個集めてこれるんだったら、はい、とりあえず一回集め終わったら、とりあえずギャルのパンティーが見たいって言ってみたいね。そう、最初にウーロンがね、ウーロンが最初に、ギャルのパンティーが見たいって言ったら、願いを叶えてやろうって言って、バンってそうそう、それしてるところ来たよ。ほら。そう、それでシェンロンがね、ギャルのパンティー出すんだよ。しかも時代が時代っぽくて、ティーバッグとかじゃなくて普通のパンツみたいな感じの出すんだよ。それを一回やってみたい。それを。あ、逆にですか。逆にやってみたい。でその後ちょっと行ってくるわって僕みたいにシュンっていなくなって全部7個集めてきてもう一回やる。確かに瞬間移動ちょっと欲しいっす、ね、あれずるいよな。ランランちっちゃくなった。ちっちゃくなった。ちっちゃくはなってない多分。でむしろ太った。ちょっと1、2キロぐらい。あ、ギャルのパンティーが欲しいだっけ。そこはちょっと細かいからいいか。ちょ、細かすぎるわ、それは。確かに。レーターでかくなったら、おい、別に次になること書かなくていいから、別に。ちっちゃくなった後に別にでかくなったこと書かんでいいわ。まあでも、いや、ドラゴンボール世代でしょ。ショッツさんも。あ、ショッツさんドラゴンボール見てました？見ましたよ。ほら、やっぱ。見るよね、あれは。で、やっぱみんな世代じゃないですか。お前見てねえだろ。いや、フィリピンで見てました。
そうえ、フィリピンでのタイトル何？意外とフィリピンもあるフィリピンでの、あのタイトル何？ドラゴンボールです。普通に普通か、はい、普通にドラゴンボールなんですよ、ね、私はフリーザくらいで、あ、フリーザくらいで、ああ最後は見てないのね。ただこっちで言うでも俺、フリーザは、はい、最近の若者たち全員だけど、はい、尊敬するべきだと思うよ。フリーザみたいになるべきだと思うよ。え、なんですか？いや、フリーザだってあんだけ戦闘力あっても誰にも敬語だぜ。確かに。あ、そうっすね。売り上げが、要するにどんだけあってもみんなに敬語だぜ。確かにそうっすね。いや、ああいう人間になるべきだと思うよ、俺は。やっぱ最後ね、悟空を殺しに来て、はい、トランクスにやられるっていう結果、結末はあるとしても。え、それ最新のやつですか？何が？最新の映画のやつですか？最新の映画とか、最新の映画見てないの？ F の復活でしょ？そうっすね。それ見てないんだけど、はい、フリーザは常に全員に敬語だから。確かに常に敬語なんだから。そうですね、そう考えたら。で考えたらやっぱどんだけ1000万とかね、何百万とか何千万でも売り上げあったとしてもみんなに敬語使うってもうこれすごいことだよ。すごいっすよって思ったから、とりあえず話、俺疲れたからちょっと話いいよ。はい、あげるよ。酔っ払ったよ、とりあえず。今日はね、今日は本当にもう多分みんなベラベラだと思う。とりあえず、まあ、酔っ払ってるんだけど、第2形態だから細かいことは置いといて、置いといて、置いといて。ザーボンって何？ザーボンさんって何？ジャンさん、ザーボンってキャラいいんだって。あ、そうなんですか。ドラゴンボール、あ、ほら、やっぱ来ましたよ。来たよ、みんなのアイドル、みんなのアイドル来たよ、みんなのアイドルが。はーい、みんなのサイバー、はいはい、来ましたよ、来ましたよ。もうサイバー待ちだったからみんな、みんな、そんなことないよね。いやアイドルってずっと呼んでましたよ。いやごめんなさい。ほら、りょうちゃん来たって、本当にもう、はい、おはよう色白いって、シャツ白いだから。今日はね、あれ、ちょっと、順と一は今日めっちゃ白いよね。あ、コンビニ行ってました、コンビニ。おお、連れてくる言うたよ。連れてくるって言ったよ。じゃあ、ジン、電話して、まあ、多分来るって言ったよ。はい、いや、マジで、本当、今日、ジンと、一、りょうさん、ラン、はい、この4人が揃ったら、もう俺、多分そろそろ帰るから。帰んないでよ。いやいや、ほら、パッパラパールから会になったところで今までと変わんないよっていうのはそこだよ。ああ、なるほど。そう今までと変わらず俺はすぐ帰る。まあ確かに、また出たのって思うよね。ほんとね、ナンバーワン帰るな。いや、帰る、ほんとにもう帰る。いや、それほんとだよ。もうナンバーワンいてほしいよ。いや、ほんときついんだよ今日。え、あ、はい、取られたって。今日ナンバー回だよ。ナンバー回、はい、取られたよ。ありがとう。あ、そうはい、取る。マジで？これ、あの、ふーちゃん。あ、そうなんすか？へー。あの、りょうちゃんのサインにびっくりしちゃったよ。びっくりしたのか、笑ったのかわかんないけど。栽培でしょ。栽培でしょ。あの、よくわからない、あの、イラスト描いてなかった。あれ、りょうさん描いてなかった。なんか、俺描いたかのように描いてなかった。あれ、俺じゃねえぞ。俺もう、そんなうまくねえけど。あ、6月ジャーに会いに行くってよ。おー、ありがとう。イェーイ。イエーイ、待ってるよ。多分ね、マジで着払いで送ってっても。え、着払いですよね。え、あの、ショッツさんも笑いながら言ってるよ。マジで着払いだったらしいよ。あ、でもね、ちょっとほんと、今日忘れたけど、みんな来月じゃねえ、来週、あの、俺やるつもりなんですよ、俺。プレゼント。あれ、やっちゃうの？え、今日玄関、やっちゃうの？今日家の玄関忘れてきた。やっちゃうんすか？だから、それ、来週やるんだけど、来週ならちょっと着払いはしないわ、さすがに。レイトさんが入るなと思って、ほら、サイバー、はい、おめえの下手な絵のせいで俺が入ると思ってたからな。やめろ。あ、なんだ。てか、あの、レイ、すげえな。すごいっすね、りょうさん。まだ飲めるっすか。次は送料レイト持ち。飲める、わかる。あ、そっか、考えなかった。いや、俺持ちでしょうね、そりゃ。俺持ちだよ、送料。俺が払うよ。送料、まあ、あの、とりあえず5000ぐらいは私たちが全部送れるっしょ。うん、ちょっとさ、確かに5000ぐらいでは送れるっしょ。いえ、全然いらないと思います。全然いらない。え、それポストに入ります1個は。あ、1個180円いける。あ、よかったよかった。今日起きてたよって。おお、よかった。量産見るために起きたんだよ。やっぱ量産目当ての視聴者多いからね。おい、じゃあ喋ろうかな。そうなの。そうなの。おい、酔っ払ったよ。みんな受け料金確認。何のプレゼント？うん、プレゼント。あ、プレゼントだよな。
俺買ったんだよ。こんなドヤ顔で言うことで買ったんだよ。今どこにあると思う？玄関。家の玄関だよ。じゃあ、今日本当靴履こうとして、こう靴どれにしようかな、靴箱で選ぶじゃん、はい、であ今日これにしようみたいな靴と置いて、うん、履いて靴の紐結んだ瞬間ね、やっぱ下向くじゃん、うん、意識は全部下に行くわけよ。でパッと上向いて最後、うん、みたいな、うん、それよくありません。Are you ready? OK! 外出て鍵閉めてっていう普通の生活をしたわけよ、はい、全然手持ち的に OK じゃない。最近プレゼント多い。うん、確かに。いや、プレゼントを出してでもね、視聴者取りたいんだよ、やっぱ、ショット的にもレーター的にも。やっぱ視聴者多い方がいいっすもんね。ねえ、ショットさん、あ、ほら、そうそうって言ったから、やばいやつ、こんなとこで何してんの。じゃあ、どういうことだよね。明太子着払いで送るわ。ありがとう。ほんと？え、助かる、助かる、助かる。それ分かったわ、誰か。ここで行くよ、待ってるわ。ここで行くよ。お前、着払いだったら、お前ずっと明細持ち続けるかな、俺。着払いかよ、ほんと着払いだよ。え、でもこれ誰か分かったっすわ、もう。誰？いや、ちょっと言えないっすけど。誰？いやいや、りょうちゃん、誰だこの生意気に着払いとか言ってるやつは。りょうちゃんは細くないって今に始まったことじゃないからね。ほんとね。あ、今に始まってない。ムカついた。ちょっと今のちょっと問題っす。俺帰る。俺帰るわ。いや、それ帰りたいだけじゃないですか。いや、俺もね、別に。りょうちゃんもショッツと筋肉、あ、いいじゃん。あ、りょうさんこれ出れば、これ。あ、マジか。俺のパキパキの。いえ。これで、りょうさんが、ある程度のとこに行かなかったら、ひげ剃る。あ、入ってねえよ。入ってねえもんな。俺、多分、もう、いやー、難しい。俺、もう、やべえよ。隠れちゃったじゃん、ほら。ひげないとか言うから。確かに。りょうちゃん、肌も服も知る。面白い。どこの毛剃ろうかね。チンゲでいい、チンゲ。まあ、とりあえずチンゲですね。剃る毛がないんだけどね。え、パイパンですか。出ようよ、だって。はい、じゃあチンチン剃る。チンチン剃る。チンチン剃るの。チンチン剃るは良くない。でもチンチン剃る。剃れ剃れ。ほら、だからほら、品川区立随分地味なとこでやるんですね。これ、結構地味なとこでやるんですね。なんかここまでいったら有明コロシアムとかやってほしかったっすわ。ここまでいったら新宿区立総合区民会館キュリアン。キュリアンこれさ、キュリアンって何？これさ、やばいじゃん。もう無理だよ、これ。無理だよ。これさ、パッケージやばいじゃん。いいじゃん、これ、サッピー履いていこうよ。パンツの、ドンキで売ってるサッピー売ってる、サッピーで行こうよ、サッピーで。やばいよ、ほんと。レーターは出ないの、お出れる体じゃねえよ、俺とランは。ほんとに。ほんとだよ。みんなで出ようよ。いやみんなで出てもそれ完全に受け狙いだけでしょ。そのうちパールはマシュマロって言われる時代が来るんで。さっきネタバレじゃねえか。バレたよ。やめろ。誰か優勝するよ。いやいや、カズちゃん当たるじゃねえんだから、さすがに。パールでバキバキっている？はい。リョウさんぐらいじゃん。あ、ちょっと脱ぎます。ちょっと腹出して。マジ出す、マジ出す。3、2、1。わーだ。うええ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 レイタとかジンとかイチとかランとか書いてるけど、思ったよりすごかった。あの右から4番の4つの ID には送らなくていいから、やっぱ両 LINE ID パール .4 には送ってあげようよ。求人の時から変わってないんだあれ。俺ね、この間言ったじゃん、レイタ一緒に全然言ってない、こいつやべえみたいな。言った言った。あれだよ、俺本当にネットの人たちマジ怖いから。結果来た。結果来てない。そう、そう、結果来ずに、玉木だっけ？こいつやべえみたいな。玉木だっけ？結果。玉木だよね。玉木だよ、玉木だよね。ほんとね。玉木来て。玉木に来て、りょうさんに。俺来ないから。何も来ないで終わった。りょうさん来なかったんすか？いや、だってこいつやべえしか書かれてない。だって見て見て、バール .4 こいつやばい。はい、出ました、ほんとに。もういないよ、それ。608番。え、玉木かっこやばいやつが正解。玉木一通来てたよね。一通。来たんすか？うん、来てた、来てた。すげえ。で、その後に、店に3人で戻ってね。3人で戻って、
そうなんだよ。いやー、りょうさんおっしゃるのなんで来ねえんだよとか言ったら、玉木が普通の顔して、え、僕来ました。うぜぇ、うっせぇの、うっせぇの、あいつ。あ、りょうちん、来月顔出したら行くねって。助かるわ、ありがとう。ちょっと待って、これ前、先々週ぐらいからあるかなんだよ。あ、これこれ、りょうさん指名じゃねえべ。これあれだな。これ、りょうさん指名じゃねえだ。これ、俺指名、俺指名。違うと思う。お前、顕著に。じゃあ待ってろ、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 パッパラパール。今日から回だ、回、回忘れないで。今日から回です。今日でも101回目だもんね。 1回目ですよ、パッパラパールとして。パッパラパール回としては1回目です。 うわいえ、やっぱね、高い色が出るんだったらね、もうやっぱみんなのアイドルを出すしかない。なるほど。ああ、言ったな。もうパッパラパール回とかそんな回じゃないんだよ。画面越しに出てるだろ、りょうさんの左上に。うん、いや、まあ、いつも通りっすね。うれ。101回目のプロポーズ。うん、やっぱ誰かしら言うと思った、絶対これ。確かに。あれ、101回目プロポーズって誰だっけ、出てんの。武田。僕は死にませんやつ。武田先生となんとか敦子だよね。どっち、浅野敦子。コメントすごいな、早いな。ダブル朝のってなんてドラマだっけ、あれ。ああ、あのほら、なんだっけな、なんだっけ、ダブル朝のドラマなんだっけ、なんだっけな、やべ、ショットさんなんだっけ、なんだっけ、あれ。あ、なんだっけ、なんだっけ、あれ、ダブル朝のやつ。ダブル朝のってなんだっけな。あのさ、ほら、あのキザなさ、あの人、あのほら、レジェンジャーの人、名前も忘れた。いわきなんだっけ、あのショー、なんだっけ、出てるじゃん、なんだっけ、いわき、いや、信代って誰やねん、それ。抱きしめたいだっけ、抱きしめたいってやつ。え、だっけ、お前うるせえんだよ。お前こんがらがせんな、お前。アイラビュー全然関係ねえだろ、お前。え、誰も世代いない、いない。はい、ラナだけ、スリーツーワン。助かる。うん。助かる。先生、ごめん。あれ、抱きしめたくな。助かる。ごめん。結構前に、許して、結構前にさ、再放送やってたんだよ、ダブル浅野のやつ。いやー、浅野敦子と、ゆう子でしょ、二人でやつ、いわき、いわきなんだっけ、あの人、あの、なんかすっげーなんかちゃう。いわき、小石じゃないの、小石だっけ、あの、ほら、外人と結婚した人。いや、外人と結婚したかったっけ、あの人。いや、外人なんか分かんない。抱きしめたいだってね。ショッツーさん、抱きしめたいだそうです。いわきなんだっけ、あの人。いえー。あれなんだっけ、いわき。いわきだっけ、なんかほら、あの、ちょっとギャロっぽくて。これ俺とレータがよく歌うやつでしょ。そう、抱きしめ、歌とこねえよ、お前。だから。だって俺もラスト歌とこねえし、一緒に歌とこねえだろ。外人なんか分かんないよ。いえ。なんなんの中でもう今日寝れない。おい、本当お前、ありがとう。女の子不眠症にしんじゃないよ。すいません。本当に。いや、でもこれは俺の定めかなと。あ、小、え、これ高一だっけ、小一。流されたよ。お前もどうだ。え、いわき高一だ。高一だっけ、高一。高一だっけ、これ。高一歌ってんじゃない、歌ってたっけな。いや、別に、待って。あの、歌ってる人のこと俺言ってね。出てる人のこと言ってるだけ。え、高一、出てた。あの、ほら、すごいかっこいい人いんじゃん、ダンディーな人。こいつ確か、あの、あれだよ。外人と結婚したんだよ。じゃねっけ、小一、小一だか小一だか分かんない、小一。小一てか分かる人やっぱいてよかった、安心した俺。え、一つさんどっち、いわき、これ小一、小一、これ小一っすけど、小一っすよね。え、歌ってはいねえよ。ただ出てるだけだ、出てるだけ。何万回の漫画。黒髪マジで似合わないと思う。いや、りょうさん黒髪ちょっと違うと思う。マジで似合わない、本当に。お、ほら、私再放送全部録画してたし、ほら。で、岩城浩一はもう遊びの天才って芸能界ではこう言われてるらしいですよ。いや、確かに浩一かっこいい。かっこいいっすよね。かっこいい。マジでかっこいい。あ、そうあの人マフィア。誰がマフィア。ただみんなさ、いえ、マジ自分の話なんだけど、いいよいいよ、多分画面越しだからみんな気づいてないんだけど、髪の色ちょっと暗くなったからね。分かる分かる。りょうさん
え、いつ言おうかなとか。これ2トン下げてるからこれでさ、わかる。浅野はいつ始まるのこれね、めっちゃどうでもいいんだけど、ほら、来たよ、岩城浩一より。わからないよね、りょうちゃんの方がかっこいいだってよ。かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、じゃじゃのもーちゃん。へぇー、かっこいいじゃん、なかなかいいじゃん、じゃじゃのもーちゃん。かっこいい。そういうのがあるじゃん。おい、ジンとイチ呼べよ。お前電話しろ、ジンとイチに、どっちかに。来いよ、電話しろ、早く、あの二人を。あの二人電話しろ。酔っ払ってんだよ、早く来いよ。さっき電話しちゃう、さっき電話しちゃう。あれ、ごめん、わからなかったよね。わからなかったな、ごめん。分かりづらかったわで、ナウイ話をしますか。今日、りょうさんと話したんだけど、うん、一夜外見ていつから可愛くなったのほんとに話しだよね。で、話した髪薄くなったんじゃねえよ、うん、お前前髪上げてるだけだ、うん、おじいさんじゃなくて、人したんだ、うん、どっちもいいよ、早くしろよ、お前。なんか芸能人あるよね、結構ね。いつから可愛くなった、いつから可愛くなった場所あるよね、結構。じじゃあ、一押し芸能人誰、今。え、今言っていい、いいよ、佐々木の。いや、まあ本当に、いや、佐々木のやめろ。この先輩だから。俺27歳、今年8歳。うん、まだ抱きしめたい、いつから始まるんだったら別に始まるよ。別に予告してませんよ、僕たち。お疲れ様でーす。あ、始まるんだ。いつだろうね、見たいな。で、アラサーだって言うけど、りょうさんもアラサーだよ。スピーカーにしていいですか。アラサーだわ。今年27、7です。7です。もう、アラサーです。切れました。ね、そこにいるもん。あれ、太った方がいいのかな、わかんないけどな。ね、りょうさんの場合、うん、食っても太らないっていうね、ムカつく悩みがあるから。おい、おれ、おい、しべ、おめえ今、そう聞いた時、息切れしなかったろ、お前。最悪。しべ。じんちゃん、ほら来た、じんちゃん。おはよう。じんちゃん、いっちゃん。じんちゃん、おはよう。どこ行った。おジン、めっちゃ汗かいてる。やっべ、あれだ。もう飲めないよ。ベロベロだよ。すいません、1位じゃない。じゃあ、紹介します。顔でけえ、クラブバル代表取締役、ナイロクソワンでーす。よいしょ、イエイイエイ。ちょっと、ラスゴー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 イエイ。アドさん、ここ温めといたんで。どうぞ。今日ね、全員酔っ払ってぐちゃぐちゃなんだよ、もう。ちょっとやるまるだ。いえ、あ、どうしたの。トイレ、おしっこ。あ、トイレどうぞ。ランラン、飲んでなくない、ウォーウォー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 。これ多分今日、多分ラン酔っ払って、愚痴自分聞きますね。どうぞ。言いなさいな。いいんじゃない。いいんじゃない。いいんじゃない。まあ愚痴じゃないですけど、ランの悩みとかね。いただきましたよ、皆さんお待ちかねのいっちゃんでーす。あいち、今さっき温めたから、今。今いっちゃん。いっちゃん温めたから今。いっちゃん、おはよう。いっちゃん、あ、捨ててる。死んでんの。飲んだよ。いっちゃん、死んじゃったの。首しか出てないじゃん、もう。ちょっと青いのちょっと一回脱いでみて。首がめっちゃ出てる。パカ脱いでみて。超透けてる。おぉ、これさ、白 T さ、お互い並んだらさ、マジでゲイだと思われるんだよ。いけいけ、一回見て、やばいよ。一回見て、一回見て、一瞬、一回ですか。一瞬、これ、もう、これゲイだと思うでしょ。ゲイ同士だよ。ゲイやん、やばいよね、真ん中の二人ゲイじゃん、もう。感化して、ありがとう。ちょっと、ちゃんと脱いでよ、お前。お前、ちょっと、透明のままだよ、お前。今日これでいきましょう、じゃあ。今日、じゃあ、透明な感じいく。今日、今日透明な感じ。おい。え、今日全員揃いました、やっと。やっと全員揃ったよ。ジン、見切れてる。え、見切れてる。こんぐらいが僕ちょうどいいっすよ。あの、位置がね、好きすぎてもう。なんで両親の真ん中なの。あの、トワさんね、出ないくせに裏で。トワさんどこ行ったんていうか。トワさん出てほしい、やっぱみんな。やっぱトワさん見たいよね。うん。やっぱね。確かに。うん。うん、ほら、うん、来た。じゃあ、あともう一件、うんって来たら、トワさん出てもらおう。オッケー。オッケー。ゲイに変換。あ、来た、来た、来た。来ました、オッケー。もう。じゃあ、出てもらいましょう。同じやつじゃない。同じ人じゃないっす。いいんす。パールの代表取締役、第6トワ代表でーす。よいしょー。トワさん、温めといたんで。
よいしょよいしょタバコ吸ってこよう。いや、豊臣秀吉みたいな感じだよ。え、いや、あれですか、レータさん、レータさんが消えたよ。な、ちょっと、あ、ずれてずれて、狭い狭い狭い、熱い熱い熱い、うるせえよ。それは飯食ったらさ、病院回ってきたから。うるせえよ。冷たいそば食べたのに。え、遅刻したのですか。今ね、3人でね、そば食べてきたもんね。そば食べてきて、りょうちゃんはお腹出せよ、バーガーあ、さっき出しました。え、俺さっき出しました。お腹出しちゃう。てか、この前に向こう見たんですけど、なんかみんな脱げって言われて脱いでなかったですよね。あ、ジーグ脱げよ、じゃあ出せ、みんな出せ。トマさん、知ってます。俺、知らない。お腹出したらもうやばいですよ。出せ、バーガー。てか、上足脱げよ。すげーじゃん、みたいな。お前、上足脱げよ、バカ野郎。さっきトマさん、バカ多いっすね。バカ多いね。バカのやつ、だからコメントも止まっちゃったもん。コメント書けよ、バカ野郎。ブスだな、お前。ブスも書けよ、バカ野郎。書かんかい。どうでもいいんだよ、お前。もっと行けよ、ラー。ラー行けよ。行け行け。全然しょうもない売り上げナンバー早いバイってコメント書けよ。あ、トマさんちょっと言い過ぎですと。でも今月はそんなことないですよ。言っとけよ、バカ野郎。まあそうです。今月はちょっとそんなことないんでね。まあ、先月はちょっとね、いろいろあったけど。おい、ラング浮いてきてる、ラング浮いて、来てるよ、ラング浮いて。あ、ビールなんて飲みたかった、飲みたかった、飲みたかった。ラング浮いて、ラング浮いて、来てるよ、ラング浮いて。あら、あら、飲める無理。飲みます。じゃあ飲め。はい。ラー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 死んじゃうよ。またラングいってるよ、ラングいって。死んじゃうよ。死ねよ、バカ野郎、死ねよ。死ねばいいんだよ、ラン。もうレイテ遊んでるから。俺は決め顔、決め顔。遊んでるから。レイテ遊んでるから。こっち来ないですか。こっち来ないですか。おお、漏れて漏れて。レイテ遊んでるから。すぐ遊ぶ、本当に。やってくんないよ、俺。おー待ってたのに。何よ、俺がラン君いじめてやるよ、バカ野郎。もっといじめてやるよ、バカ野郎。はい、ラン、ゴイ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 やめてよ、死んじゃうよ。飲めよ、バカ野郎。ちょっと待って、ラン君いじめに、もっといじめてやるバカ野郎。はい、グイ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 そうだよ、お前いじめになってきたらもっといじめてやるからな、バカ。あー、悪いな、バカ。じゃあ、帰ろうかな。知らねえよ、バカ。バカ野郎、当たり前だよ、俺だからな。お父さんやめて、マジやだ。どうぞ、こうこうこう、いいよ、それやめてていいよ。かかってこいよ、お父さん。かかってこいよでいいよ。勝てるのか、お前、口喧嘩勝てるのか、口喧嘩。いや、絶対勝てないと思うよ、俺には。大阪やぞ、こっちは。はいだーいや、これ、絶対楽しいんだよ。いや、やっと入った。やっとやり逃げ。やっとじゃないだろ、俺とる。やり逃げ。あ、すいません、ごちそうさまです。ランをいじめたって、フリです、やめろ、フリです。ほんとに。いつずっと消えてるんだよね、ほんとに。いつ顔して落ちてないよ。青、消えるんだろうね。青。あ、ビールランちゃん飲みたかった、飲みたかった。絶対嘘や。ちょっともう俺、ウーロン茶でいい？みんな、ごめんな。無理だわ。何食ったの？あ、それちょっと、それちょっと言います。なんでだよ。ちょっといろいろちょっと。遅刻しやがって。ちょっと待って、CM しっかり、CM しっかり。まあね、このタイミングで CM、イエイ、イエイ、イエThe largest program on YouTube in history. Which is it? Bobast.計画に乗ると不可能だろ。楽勝だろ。限りありますね。その通り。揃った。
あ、いいっすか、そうそうそう、来た来た来た、あ、いい、あ、いい、あ、透明だ、透明、あれ、コノが顔ちっちゃく見える。お、放送始まってんねん、お前寝てんじゃねえよ、お前死んじゃうよ。ちょっとこっちですね。父さん、もう帰りました。あ、帰ったとは、うん、うん、あ、こっちの方が顔ちっちゃく見えるな。そうですね、これいいじゃん。いえ、じゃあ寝んなよ。起きてるよ。ヨちゃんはタバコ、ジン殺すぞ。見てた。父さん言った、ジン殺すぞ。父さんが言った。あんな帰る帰る言ってたの、父さん言ったよ。なんだか寂しがりやろうかな。ちょっとこれ前ですので邪魔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 。よいしょ。ワイ帰ったじゃねえよ。ワイ帰った。どんだけ父さん嫌いなんよ。おはよう、おはよう。寂しがり屋、誰が？トマさんで、イチ。はい、透けてる。いや、透けてるんですよ、今日。いや、だからお前これ脱げよ。脱ぐ？いや、脱ぐと真っ白になっちゃうんだよ。いや、真っ白がいいんだよ、真っ白がいいんだよ。あ、イチ会いたいよって、ほら。え？あ、ほんとだ。なんか今日こんな緩い感じでいいの？なんか、やっぱ今日はこういう感じですね。こういう感じ？はい。でもこの前なんか全員出たんで。これ以上喋れないとあれだぜ。多分また俺ら、歌うしかできなくなっちゃう。死んじゃう。カラオケはちょっと。歌は無理、歌は無理、歌は無理。声出ないからな。ランくんいじめたから悪いんだよ。はい、ランくん帰りなさい。ランそれさ、ラン3月取った方がいいよ。ラン3月取った方がいいよ。ラン3月取りな。ああ、そのほうがいい、そのほうがいい。たまにやってないよ、取った方がいいよ。そういえば最近カラオケやってないね。やってないですね。じゃあフィリピンどこ？フィリピン、マニラ、マニラ。首都。首都だ。マニラの首都。いや、やめろって。やめろ。こないださ、このそういえばさ、酔っ払ってるとお前やけどするぞ、お前。やめろって騒いじゃったんだね。やめろって。こないだね、そういえばフェイスブックでさ、あのルーマニアの人からメール来た。マジだ。おい、ちょっと笑ってんじゃねえよ。あ、りょうさん、帰ってきた。あ、帰ってきた。あ、りょうさん、ルーマニアしか今治安悪いんすよね。いや、治安だって悪いって言うじゃん。ほら、前にさ、日本人のさ、女の子さ、レイプして殺されたみたいな時間あるじゃん。超かわいい子。そう、ちょっとかわいい系な。フェイスブック。ルーマニア、ルーマニア。で、なんか、I want to go to Japan って言われたんだけど。マジか。うん、日本に来た。あー。突っ込まねえよ。だってめっちゃ似合ってるよ。出たルーマニアに嫁ぐぞ。いやいや、行かねえだろ。行かねえだろ、絶対。どう考えても。りょうちゃん、おかえり。ありがとうございます。なんだ、今日この緩い感じ、なんとかなんねえか。まだ30分あるで。いや、自分の家でもこんな緩くないですよ。うん、この曲、てか、めっちゃ良くない？オンリーワン、オンリーワン。誰だこれ？シェネル。イエス、ジャパン。シェネル！シェネル。あのね。シェネル！ちなみに、めっちゃ良い、これ。ジャンはもう酔っ払ってますよ。やばい。お、りょうちゃんサングラス似合ってるってよ。マジで。あ、じゃあ一回、じゃあ全員かけよう、全員かけよう。やべえじゃん。やべえだよ。じゃん、俺似合わないぞ。次、はい、次、次。サングラスマジ似合わないぞ、俺。すまんねん、お前。いや、なんか、なんだろうな。なんか、似合ってないわけじゃないんだよ。なんか、あれだよね。なんか、ターミネーター感強い。デデ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 。じゃあ次1かけて。え、1見たい、1見たい。確かに嫌だな、超嫌だな、これ。一緒に買いに行ってたじゃん。あ、行ってた、行ってた。あ、買いましたね。行ってた、行ってた。一緒に行ってた。インハワイで。ハワイなの、これ。俺買ってねえけど。なにさんと、あの、お揃いのやつなあ。あれ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 、すげえ、すげえ、俺ラス。あれ？スプランドブルームみたい。あれ？あれ、りょうたんしか言ってないじゃないですか。確かに。確かに。俺のブルーム。俺のブルーム。おお。おお。お前うるせえよ。お前うるせえよ。はい、じゃあ次ら、次ら。はい、じゃあ、はい、かけて。なんで前髪入れんの、あいつ。あいつ前髪入れんの。え、無事、関東の方が一番似合ってないっすよ。じゃあ今やった5人の中で似合ってないやつやろ。そうですね。一番似合ってないやつなんだろ、これ髪の毛のバランス悪いもん。なんか一番似合ってないやつに票入れて。みんな寄ったよ。あの、アンケートお願いします。一番似合ってないやつ。それちょっとみんな酔っ払ってるけど、みんな飲もうよ。行きましょう。負けたら行きましょう。え、何飲む？
ビリとビリ2杯とビリ2杯ビリのあれ次が1杯いきましたで4位が1杯みたいな。そうですね。ああやだなこれ絶対なんだろう。これなんだろう。お前前髪見るのやめなお前前髪出せって。ちなみに言うけどこのサングラスの持ち主ランダランダお前あれだけ言ったのに家でそれやめた方がいいってごめん。あ、そうそうそう、前髪入れない方がいい。ごめんごめんごめん。え、これ何の、何なんですか。何のサングラス。あんだけ言ったのによ、お前。あ、ほんとに、じゃあみんな、もう一回ずつかけようもん。あの、アンケート始まる前に。俺、海外のおばあさんじゃん。おばあさんやめて、おじいちゃんって言って。なんか、りょうさんがかけると、ほんとにラッスン来れないやん、もう。なんかもう、あの、ちゃっと待っての方じゃん、もうそれ。パーティーピーポン。イルマニア。おいイルマニアお前。コメント欲しいですね。キャビア。お前うるさい。お前うるさい。じゃやめるわ。やめよう。チース、ショッツいるからまた来たよもう。でさ何？なんか言ったことあったんじゃないの ？What's up よ。ジェイ。何をするお前。あもうアンケート終わった。チンが一番え。そうか、俺チン一番じゃん。でも、待って待って、3人飲むってこと？あれ、1が一番似合ってるって。あれ、1一番似合ってない。うわ、うぜ。違う似合ってないやつに入れてるから。あ、やばい。チンが2杯のラン1杯。はい、どうぞ。ふざけんなよ。俺の、はい、I don't like you。はい、どんどんガイ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 その中でアリビバックって言ってガイガイストレイガイガイ I don't like you お前ら英語できんのか親父できんのかあ、ジン、アイスあ、アイス大丈夫です、ちょっとあの言い悪いんで。あ、本当に I don't like you お前らわかんのかガイ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 中一の英語って言われてるけどI love you だって、I love you だってよ。 OKOK I love 1なんだこの1の愛は。酔っぱらった、酔ったよ。なんかそろそろ1への愛がうざくなってきたな。そうですね。ね、酔っぱらったよ。ほんとみんな過保護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 だって。ほぼ消えてる、消えてるんだぜこいつ。過保護だぜマジで。確かに顔以外消えてる人間がなんで1位なんだよ。手とか浮いちゃってるか。つうかサングラスお前持ち主。はい、いや、やっぱりりょうさん一番似合ってますね。超かっけえ。みんな知ってる、俺サングラスの奥でめっちゃ目力入れてん。俺超かっけえ。じゃあそのままクイッて。あ、ちょおいこけんなよ、ジン。ちょっと待って。あ、OKOKOK、 いいよ。あ、そうそう、OKOK。 りょうさんそれは、行くな。一回俺、ダメだから一回ちょっとサングラスやって、クイッて今もう入れたね、力。ちょっとおい、なあお前、何寝てんだよ、お前。おじい、そうでした、怖い。そうでした。ちょっと待って、パパのファル回がとんでもないことになってるから、やめよう。じい、はい、普通に戻そう。じい、怖い。誰も気づいてないけど俺も落ちたから。もう誰も気づいてないから誰も拾わねえバカ野郎。本当だ、気づけよ。何より、俺はあの俺放送したかったのはジンがあそこでこけたことだけどね。あそこでこけたのちょっと。いや本当こんな楽しい時間初めて。あ、いや、ちょっと待って、りょうちゃんマジで惚れ直したんだ。こんな楽しい時間初めて。りょうちゃん惚れ直されてんじゃん。どうなんこれ、こんな。ほんと楽しい。今のこれ直さねえだろ。コンテンションの1時間疲れないで、もう疲れてるよ俺。ほんと楽しいっすね。じゃあありがとう。絶対思ってない。超マジで思ってない。こんなの初めてっす。マジで思ってない。超楽しい。ほんとにムカつくな。ムカつくなこいつ。でもほら熱いっすか。ほら、じゃあ寝てんじゃないお前。起きてるよ、酔っ払ってんの。でも絶対さ、りょうさんさ、それ気に入ってるっしょ。酔っ払ったよ。気に入ってる。さっきからずっとかけてるからね。じんちゃんに会いたい。会いたい。いえ、じんちゃん会っちゃうよ。会いたい。顔色悪いってよ、じゃんは。顔色いつもだよ。お、ランくんアップがいいって。ランくんのアップはめんどくさいね。ちょっとめんどくさいね。もうなんかもうめんどくさい。もういいや。じん太ったって変わってないでしょ。変わってないっす。来週が心配。
来週秒差しか笑ってないめっちゃ目充血、めっちゃ目薬しない目薬、充血してるからやめろよ目薬しない目薬今、涼さんに桜ランの桜なの今、うん、でもレア感強かったよねなんか、顔しない、いやでもこの、ね、あの顔あの、先週のブログで俺乗っけたあの、100回目終わったってブログでブッサイクって言われてんだよ、お前ふざけんなよ、おいうぇ、強気おいうぇ顔だけ気出すなよ、ちょっと、喋るの疲れたからちょっと、ジンお願いはいまあだからこういう感じでさ、いつも仲いいからまあ紹介してくれたらほんと嬉しいから、うんまあ、パールまとめだな、うん、パールをまとめよう楽しいしさ、うん、まあ一つないけどまあほんとにだから、うん、ほんといいお店だから一つないけどうんうるせえなまあ一つないけどねそうですねそうまあそこが逆にいいとこって感じかもしれない少数精鋭そう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 今りょうさん言った通り少数精鋭だよ酔っぱらった今までいいこともあるよって俺ですかねお前だよそうですお前だよそれはそうまあでも人つきなの事実だからそうですね変に嘘ついてもさ証明そう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 嘘つきは良くないから、ね、嘘つきは良くないジンこれ出るんでしょ何すかこれ一応笑った今いいねバカすんなよ何すかそれ秘密主義の人は誰だ品川区面倒くさいからやめとこいや品川え金子健痩せた誰これ金子健誰あ、本当だ、金子健だ。あ、金健これ。誰だよ、金子健って。俺、ちょっと。でもさ、俺、夏場久々歩いたらこうなるよ。こんな方がいいや。確かに。ジン出ないよ。いやいやいや。出ないよ。ちょっとね、やっぱね、痩せたいっすよ、マジで。ちなみに、ランは出るってよ。マジか。うん。いつ決まったっすか、ジン君痩せたらやばいわ。てか、ぶっちゃけ自分のがデブっすけど、脱いだらランのがほんとだらしないからしますよ。俺、ガタいいんで。それを狙いに行くんだよ。いいじゃん。ジンはあの、引率の人なんで、ね、あまあそういう感じラン連れてってでもね、見てんじゃないよやっぱジンさんはね、北を裏切らないよ出てるよ、お腹ディスり合いか、これ盛り上がってこれディスり合いじゃねえかお前子供だからって言い返すね、マジでおい、ショッツが出るから俺も出るみたいになってんじゃねえ、ショッツこの野郎いや、俺出ねえ俺出ねえよ、俺そうそうそう俺は出たらやばいえ、りょう見てんだよ、一でも、りょうさんが出たら一番まともすぎて反応するやばい、ほんとに一はあれだもんね、食べに行くだけだもんねあ、そうですね、食べる専門なんで食べる専門だからね、一番食べる専門一番いいな、それなんだっけなんだっけ、あのほらえこの間なんですかえリキさんが言ってたやつあの、玉木と行ったってやつあー満腹祭りっすか満腹祭り満腹祭りあれは行きたいでしょあれ行ってみたいですけどね玉木のデベットでしょデベットでしょあいつ太りましたもんねそんな変わったなんか結構変わりましたねめっちゃ変わったよ入ったことって顔ももっとなんかスマートでしたもんマジで顎やばいねやばいですねあ、満泊、そう、満泊だね満泊満泊満泊だよねお前も満泊行く、はい、え、行きたいっすねやっぱデブはデブのままだやっぱ痩せねえわこれは痩せねえやそうそう、6月1日までですねえあと、あと3日4日しかないあと3日4日しかないじゃん実際行きます俺いいやろえ、じゃあ、今月の31位かね行きたい俺行ってみたいわ締め日あるんですか締め日の次あああ行きたい行きたい行かない俺車出すから行こうよあ、行きたいっすね行こうよ行こうよいや、幸いデベットって言うけど太ってねえし、こいつめっちゃ食うからね普通にだって、多分りょうさん一番食うからねりょうさんめっちゃ食うよいつもラーメン食べに行って俺一杯とかだけなんですけどりょうさん大盛りにトッピングとかご飯も食べてチャーハンじゃないこれチャーハンも食うからこんな太んないんでめっちゃ食ううぜえよなおかしいですようざいんだよめっちゃ食うのに太らないんだよ、本当にめっちゃ食うよ私も行きたいんですけどいいでしょ、ね石川やじゃん石川行こう石川え、満泊って何時からやってんのあれわかんないっすわかんないっすねじゃあ、とりあえずタバキタバキみんな適当すぎる抑えとけよ11時ぐらいじゃないですかじゃあ、あの9時に新宿駅集合でいいかな9時にあ、朝の9時朝の9時まあ、どんな、こんな感じでとりあえず CM でどうぞわーいなんなんですか、この未収は今月の売上300万うち入金30円我がアクアにとっても大損害ですよ、これはどう責任を取るつもりですかお言葉ですが、当社に。
シネレラ。本当に入金30円でええバカ野郎、30円だと無理だよ、うん、300円でも無理だもん、ね、でも最低1000円ですよね。あ、やっぱ塩ラーメン、味噌派、塩派、醤油派、豚骨、豚骨、豚骨、お前は九州だもんな、お前豚骨だよ、つけ麺とかいいのよ、お前つけ麺とかいいのよ、でもめっちゃ言いそうでした、ね、一時つけ麺大好きだもんな、つけ麺が一番うまい。だから醤油、味あの醤油、豚骨ですかね、豚骨だ、りょうさんは、いやめっちゃ味噌、味噌、あいいねいいね、味噌かな、ジンは味噌すけ、俺も味噌ですね味噌ですね、味噌ですね、今、俺、最後にしなきゃよかった、やっぱラーメンって言ったら醤油が好き。あ、でも醤油も、でも意外と池袋とかに塩ラーメン専門店とかあるんだよ、美味しいの、美味しいの、美味しいの、つけ麺もあるね、万博行こうよ、一緒に万博行く、万博行かねえ、マジで締め日終わった後行きたいっすよ、万博行かねえ、万博行くねえ、万博行ってみたいわ、めっちゃうまそうでしたもん、みんなで行きましょう、りょうちゃん、美味しい味噌ラーメンどこ、リシリ、あれじゃね、あのリシリ、味噌じゃないか、あ、味シするよ、なんだろうな、味シ、そう、味シね、北海道ラーメンね、北海道、あの札幌市中央区までのラーメンをね、カラカンの裏のね、うん、そうやっぱ九州だから豚骨なの、やっぱ豚骨っすよ、ね、豚骨細麺ですね、ああそう、ファミマの近くの味し、まだその話、ね、まだその話、もっと終わってんじゃないか、ファミリーマートの右斜め45度です、ね、そうあれうまいのあれでしょ、あの地下 0.5 階ぐらいのところにあるとこでしょ、くなぎささんので、くなぎささんで行きたい、おー、何ラーメン、つけ麺で、つけ麺食べんの、いいな、1いいな、ラーメン1回に1人見つかったじゃん、つけ麺美味しいの、新宿はあんのかな、1が好きなつけ麺屋さんどこ、どこっすかね、中目の手前にあるんですよね、中目黒じゃねえかだろお前、中目の手前のなんか246と山手通りの、山手通りの間にあるんですけどね、あの、こうなってるとこあるよね、あの世田谷と渋谷の愛用ぐらいの、シューとかうまいよね、つけ麺ね、昔よく行ってましたもんね、ね、めっちゃ行ってたよね、シュー、新宿にあるんですか、まあいつでも暇だから LINE ちょうだい、うん、いつでも暇だから LINE ちょうだいよ、いやもうほんとみんなあの、とりあえず自分の LINE 売り込みな、 LINE 一回も来たことないですけど、マジで、はい、ランはいっぱい来てるべ、いいなぁ、いや、ちょっと一回もないっす、いや、マジ一回もないっす、ほんとに、でもランはやばいと思う、多分ランはやばい、ニコルマ見て初回来てもらった方がいたんすよ、今 LINE 132件溜まってるよ、売れてるねー、売れてるねー、ほんとほんとに、これ半年しかない、これあんま来ないけど、この間言ったら、これはどうする、これはどうする、こいつやべえって言ったら、これはどうする、あ、助かります、これさ、めっちゃ言ったら、レイダー一緒に出てる時に言ったら、こいつやばいみたいな、パール .4 こいつやばい、でもね、みんなありがとう、拡散されてるよ、みんないつもありがとう、りょうちゃんもやばくなくなった、まあ一周しちゃうとね、一周しちゃうと一周するともうやばくない、好きになっちゃうよね、やっぱね、そういうとこあるから、本当にもう位置安定だけどね、りょうちゃん前に前 LINE したけど ID 変わって教えてない、結果りょうさんディスられてるよ、なるほどね、結果りょうさん、え、ジンかっこいいってよ、消えてるけど、多分、でもその子も多分一周して多分また LINE 来た来た来た、パール .4 拡散規模こいつやばい、来た、すごい、また見てるな、タグ付けしてるからもうシャープで、もうこの間もやってたけど、もうまた見てんだな、ほんとに、いやまあでもこうやって拡散してくれたけどありがたいよね、こうやってまあ拡散規模だから LINE 来て逆に繋がってるの、まあ繋がってるよ、いかのもか、繋がってるよ、店行けないから米しか行けない、じゃあ、よくなって。じゃあ、会うことねえなっつって。お前とは会わねえわっつって。こんなひどい番組なんだ。うちの番組。いや、白状だな。記念すべき第1回。ナンバー1000回。いえ。パール .4。拡散規模。やめろよ、やめろよ、もう本当に。拡散すんだよ、本当に。ほら、G や。ひどいに来た、G。いやいやいや。いや、あの、いつとランと俺はそんなこと言ってないからね。ひどい、ひどいこと言ってないからね。りょうちゃんやっぱ人気者ですやん、なわけないやん、ほんとになわけないやん、みんなのアイドルだよね、似てるわ、死にてないよね、リアルすぎる、いろいろリアルすぎるもんだった、それうい、何これ、何あれ
なんだよお前。やっと喋ったね、貴様。やっと喋ったと思ったらなんかよくわかんないこと言いやがって。貴様。目薬あった。目薬？目薬貸してあげて。りょうちゃんいじってごめんね、もっといじるから許してやって。いいよ。まあ、りょうさんいじられて、でも、うん、褒めてほしいもんね、りょうさんは。うん、そう。俺褒めて飲めいいタイプだから。ラーメン食いたい。つけ麺食いたくない？あー、つけ麺いいっすね。つけ麺。食いたい。なんか今日こんな感じでいいのかな？いいよ。一応ナンバー人なんだよ。いや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 、だけども。ナンバー5は手挙げて。はい。ナンバー4は？ナンバー3は？違うでしょ、ね、違うでしょ、ね、ナンバー2、うん、真ん中にいるからね。まあ、今月ももう締め日あと2日か。そうっすね、ほんとにやっぱ楽しい月もあっという間、うん、褒めバールの子も拡散規模、こいつやばい、褒めて止められないみたいな。またあ、りょうさん LINE しちゃってよ。これほんとか嘘かはりょうさんしか知らない。あ、ほんまほんま、俺も LINE 来てたもん。俺携帯どこやったの？ LINE 来てんのかな。でもさ、ちょっと携帯なくて、あ、来てない。でもあれだよね、うん、パッパラパル終わった後にさ、ちょっとか携帯確認した時にちょっとドキドキしない？ちょっと気がする。なんか、あれパール、あ、パールじゃない、LINE のさ、あの、見てないや、あの、未読件数増えてると、あれって思わない？あ、そうか、丸丸がなんか友達になりましたみたいな。そう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 、え、誰誰みたいな。あ、マジか。え、来たぞ。多分ね、文字で LINE したべ。うらやましい。素晴らしい。素晴らしいよ、本当に。ありがとう。みんな未読どれぐらいあるの？どう？未読ある？だから営業中めっちゃ忙しいと、めっちゃ何十件とか。まあまあまあ、タイミングがね、あれだけど。まあ一つないから。りょうさんある未読？まあまあまあ、もういくつだろう。ないです。150件も本当なんで150件。まあたまにぐらいです。そんだけだよ。全員綺麗、ちなみにランに行く前に俺先言うけど、俺基本起きてたら未読残さんよ俺。なさそう、あ、ありがとう、すぐコメント来てくれた。すごい。だ、残す意味がわからん。おめでとう。で、何件？86件。86件未読とかよくわからないからね。もう86件、意味がわかんないもん。ちなみに9時から12時の間に来てます。半分綺麗綺麗。3時間、ね、やべえな、ほんとに。やば、半分綺麗や、半分綺麗や、ほんとに。半分綺麗。レイちゃん既読スルー、ごめん、既読スルーはしてるかもしれない、ごめん。誰既読するって送って俺に。そう、見ることは見るよ俺は。そう、未読するはしないわ、あんまり寝てない限りね。いいね、目悪くて頭痛い。ベベだよ。いや、いや、ほんと目悪くて、目悪くて、マジコメント言わないから見えないですね。あ、言えます？あ、そうそう、あっちに送ってあげな、あっちに送ってあげな、ちょうだいちょうだい、よこせよこせ、バカだ、ありがとう。OK、既読にはするよ、ちゃんと飲むよ。いやいやいや。1月からだよ、1月から。前、LINE、はっきり見えたのに。どういうこと？ん？下げっこ。下げっこ飲むか？あげぐい。あげぐい。おい。下げっこって。え、これ、え？これ、メイドイン飽きた。メイドイン、お前飽きた。飽きただね。お前飽きたな。まず、あの、秋田県民以外は下げっこなんて言わないよね、もう。言わない、言わない、言わない。お酒のこと。もう飽きたな、ほんとに。え、お金のことはジェンコでしょ。ジェンコ。ジェンコでしょ。ジェンコ。これジェンコだから。これジェンコ。え、焼いた鮭のことは？え、ボダッコじゃないの？ボダッコでしょ。ボダッコ。え、どっから言葉来てるんですか？知らねえよ。俺も生まれた時からそう言われたよね。いや、東京来る前知らなかったよね。ねえ。ボダッコだと思ってたし、ジェンコだと思ってたもん。ジェンコだと思ってたもんね。ジェンコだ、ジェンコ。どれどれどれ。愛がうざい言われたら、言われたから自粛してるの。何に対して、何に対して愛うざいって言ってんの？でも、この子の、この子のその前のコメントが、りょうちゃんおめでとうだよ。え、りょうさんなんですかそれ。りょうさん？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。別に、どっちですか？別に全員の LINE ID 書かんでいいし、その上で俺の ID 間違ってるし、もう。字数足りてないやん、もう。愛がうざいからって、その子の名前が愛ってことですかね。愛がうざい、愛ちゃんがってこと？かもう本当にやっぱラブの愛。ラブの方？どっちかですよね。おい、ランランイケメンってほら。ありがとう、イエーイ。はい、終わり。イエーイ。俺も終わりやってみたいな。でもまあ、みんな LINE 欲しいよね、やっぱね。欲しいですね。やっぱね、イチ君もね。さっきから全然反応してねえけど。はい。どうすんの？ LINE 来て、一緒に美味しいつけ麺食べに行きましょうって言われたら。いや、行くよね。
ちょっと様子見ますほら、ファールドットラン拡散もこいつもやばいこいつもやばい。あ、ひとみちゃん初めまして、ひとみちゃん初めまして初見です、イエーイイエーイ。でも誰がタイプなんだ、言ってみろひとみ。ほら、ひとみ俺だろ、ハゲてねえだから、前髪上げてるだけだっつってんの、バカ野郎。ひとみ言え、誰がタイプなんだ、言えよ。京介とか一緒にすんな、この野郎。誰タイプ、この5人の中で。ひとみ言えよ、マジで。ひとみ、あれ、ひとみな、ひとみ、いや、ひとみ、おはよう、おはよう、ひとみ。あ、ほんとだ。あ、ジン、あれ、ひとみジン。いや、これひとみじゃないです、これは。どこだっけ、これはひとみじゃないです、ね、あ、これだ、まだ違う、まだ来ないわ。ひとみちゃんまだ帰ってないわ。ひとみ考えてんだろ、今家だな。いや、じっくりじっくりパソコン見て。カメレオンになってる、カメレオン。何かわからない。カメレオンになってる。もう何してんお前は。かわいいんだから。すいません、ほんと今日こんな感じでねえ、ほんと。まだ来てないね。あ、りょうちゃんがいいでしょうね。あの、ウイじゃないです、ウイケンの、ひとみちゃんじゃないけど、このウイケンの人はりょうちゃんがいいって。やっぱね、やっぱね、見る目あるね、そういうとこあるよね、見る目あるね、そういうとこある、ほんとにりょう、いい女らりょう、ひとみへの株上げ中別に。え、待って待って、あ、ひとみちゃん来たよ、よく喋る人だな。うるせえよおめえろマジで。あ、耳物であんなここで超うるさかったのに今ちょっとイラッとした。ほらもう1分前や。一番楽しかったよ本当に。楽しいね。ちょっとあの、はい、まとめてジン。まあなんかこんな感じでさ、やっぱまあ愉快な仲間でやってるから、うん、まあ人少ないけど本当来てくれたら嬉しいし、うん、だけど人少ない分やっぱ本当に来てくれたら嬉しいから本当にありがとうございます。はいりょうさん、はいりょうさん、はいりょうさん。まあなんだろうね、今日なんかもうちょっと出るメンバーちょっとあれだ、俺出るつもりなかったんで、ね、本当にやっぱみんなが見てくれて、やっぱみんなコメントして本当に嬉しかったら思ったのがよろしく。はい、1、とりあえずあと2日だからみんな遊びに来てね。あ、今月かね。はい、な、イエーイおー、いいね、シンプルだね。はい、次とかです。本当、今日はあのおひげさんでプレゼントを忘れてすいませんでした、皆さん。皆さんプレゼント忘れました。まあ、でも来週からね、来週からも皆さん見てくださいということでね、こんな感じ。そうですね、はい、じゃあ皆さんクラブバルでお待ちしてまーす、イエーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。